僕たちのリメイクですね。主人公の京也くんが現代ではねちょっとしがないゲームディレクターだったんですけど、転生して大学のね時代に巻き戻ってきて輝かしいクリエイターたちとね一緒に活動しながら人生をリメイクしていくという作品ですね。現代の記憶を持ちながら過去に戻ったというところでクリエイターが、タイムリープしたからこその悩みとかそういうところが描かれつつも恋愛模様も描かれたりねすっごく面白い作品でしたね。特にねその未来のトレンドを知ってるからこそ作れる作品みたいなものがあってそういう視点でタイムリープを生かすっていうのがねかなり珍しい作品だったので、まあ、それがねあのいい方に転ぶこともあれば、まあ、登場キャラクターによっては悪い方向にね転ぶこともあったり、まあ、なんといってもやっぱりねそのタイムリープをあのワンクールの中で2回するので、まあ、その辺も含めてね非常に面白い作品でしたね。特に大学生活の方が自分は個人的に好きで普通考えつかないような解決方法で、まあ、窮地を乗り切るシーンとかもねあったりしてその辺も非常にねあの見てて来週どうなるんだろうってワクワクしながら見てたっていうね感じになりますね。僕リメは僕は S つけたいですね。はい、つけます。僕リメは S ですね。はーい。